1999年リアジェット35、墜落事故は1999年にアメリカ合衆国で起きた航空事故である。1999年10月25日、リアジェット35はチャーター機としてオーランド国際空港からダラスラブフィールド空港へ向かっていた。指示された高度までオートパイロットで上昇していたが、急減圧に見舞われて乗員は意識を失った。 リアジェットはさらに上昇を続けて北へ向かった。リアジェットはサウスダコタ上空で燃料を使い果たして急降下し、サウスダコタ州アバディーンの沼地付近に墜落した。乗員二人とプロゴルファーであるペインスチュワートを含める乗客四人の計六人が死亡した。緑の線が本来の飛行ルート、赤の線が事故機が飛んだルート1999年10月25日。 リアジェット35はサンジェットエビエーションのチャーター機としてオーランド国際空港で準備を整えていた。飛行機は出発前に4時間45分の飛行に十分な量である5300ポンドの燃料を補給していた。機内には2人のパイロットと4人の乗客がいた。リアジェット35は9時19分に離陸した。9時27分13秒。 高度3万9000フィートまで上昇するように、完成から指示され、クルーは9時27分18秒に、47BA、フライトレベル390了解、と返答した。これが、リアジェットからの最後の無線送信となった。この時機体は2万3000フィートを上昇中であった。6分20秒後、高度3万6500フィート地点を飛行時に完成感が、 無線更新を試みたが、応答はなく、その後4分30秒間において5回以上通信を試みたが、応答はなかった。10時54分頃に管制官からの要請で、アメリカ空軍第40飛行隊の F-16 が、リアジェットを追跡し始めた。回 -16 は、高度14,100メートル付近において、 リアジェットから約600メートルの距離まで近づき、二度無線で呼び出しを行ったが、応答はなかった。回 -16 のパイロットは、リアジェットの外側に異常がなく、エンジンは両方正常に作動し、赤色衝突防止等が正常に稼働していることを確認している。しかし、窓は白く曇っており、客室内を見ることができなかった。さらに、 操縦室のフロントガラス全体が、霜や氷に覆われているかのように曇っていると報告した。海 -16 のパイロットは、リアジェットのパイロットの意識が薄れていることを考え、接近して追い越すことで気流を乱し存在を知らせようとしたが、反応はなかった。11時12分、海 -16 のパイロットは、N、N47BA の追跡を終了した。 リアジェットの離陸からほぼ3時間後の12時13分に、オクラホーマ空軍周辺の第138飛行隊の2機の F-16 が追跡を開始した。コールサインはタルザ13フライトであった。パイロットは操縦席の動きを見ることができず、第40飛行隊のパイロットと同様にフロントガラスが内側から曇っていることを報告した。数分後、 パイロットは内部は暗くて何も見えない。パイロットから反応はなく、我々を見たような動きも全く確認できない。と報告した。海 -16 は燃料補給のために基地に帰投し、やがてリアジェットは最大飛行高度48,900フィートに達した。12時50分頃、ノースダコタ空軍周辺の第119飛行隊から2機の F-16 が、 リアジェットを追跡するよう指示された。2機のタルザ13も給油から復帰し、K4 機の F-16 はリアジェットに接近した。タルザ13のパイロットは、コックピットの窓は氷で覆われており、補助翼、トリムなども動いていない。と報告した。13時1分頃タルザ13はタンカーに戻り、ノータック32がリアジェット近くに残った。 人口密集地帯に墜落しそうな場合は、撃墜命令が出る可能性もあったが、ペンタゴンの当局者は、飛行機の撃墜は選択肢としてあり得ない。と、その可能性を強く否定し、報道官であるジョーデ・ラベドバは、どこから来た噂かわからないと述べた。墜落による、クレータリアジェットの残骸から回収された、コックピットボイスレコーダーは、墜落30分前から墜落までの音声を、 記録していた。13時10分41秒、リアジェットのエンジンが停止。それは飛行機の燃料切れを意味していた。さらに、スティックシェーカーの音やオートパイロットのシャットダウン音が記録されていた。エンジンが止まった後もオートパイロットが高度を維持しようとし、飛行機の待機速度が失速するまで低下し、その時点でスティックシェーカーがパイロットに警告し、オートパイロットが 自動的にオフになった。13時11分1秒、リアジェットは右に傾きながら降下していった。13時11分26秒には、回 -16 のパイロットは西に位置取りながら、目標は降下しており、回転している。制御不能のように見えます。と報告。回 -16 のパイロットは急降下し目標を追いかけた。 離陸から約3時間54分後の13時13分、機体は、ほぼ超音速で急角度で墜落した。墜落地点となったサウスダコタ州、エドマンズ群の地面には、長さ42フィート、幅21フィート、深さ8フィートのクレーターが残った。残骸は粉々になって飛散しており、機体の原形を止めなかった。これは高高度からの重力落下によって、 かなりの力が加わったためである。墜落現場での調査 NTSB は、以下のように決定した。この事故の考えられる原因は、機内の減圧が起きた後に何らかの理由で酸素を得ることができなかったために、クルーが無能力になったことである。NTSB は酸素を得ることができなかった理由を、次のように補足した。減圧後パイロットは、酸素マスクをつける余裕、時間がなかった。 残骸から圧力調整器の遮断弁が事故の際に開いていることが分かった。さらに酸素マスクは使用可能の状況でクルーに十分な酸素を供給できたと判明した。クルーが酸素マスクをつけることができなかった理由としては彼らが酸素マスクを着用する前に低酸素状態のために判断能力が鈍ったことが挙げられた。 事故機がいつ減圧に見舞われたのかはわからなかった。したがって NTSB は急減圧した可能性と少しずつ減圧した可能性のどちらも指示した。胴体の破損があった場合、キャビンは徐々にあるいは急速に減圧する可能性がある。実験により約3万フィートで急速に減圧した後に判断能力が著しく低下するまでわずか8秒しか。 余裕がないことが分かった。客室高度警報の後、問題解決に当たったりした場合、パイロットは急速に判断能力、または運動能力を失ってしまう。要約すると、NTSB はクルーがなぜ低酸素と意識障害を回避するのに、十分な時間及び、または十分な濃度の酸素供給を受け取ることができなかったのか。 または受けなかったのかを判断することができなかった。ありがとうございます。